寿司、すき焼き、天ぷら。何エセ外国人みたいなこと言っているのよ。何って、前回でこれらは江戸時代にできた食文化だと言っていたじゃないか。あ、すき焼きは違うのか。まあ実はすき焼きもできたのは江戸時代だと言われているわね。おう、すげえな江戸時代。でも、前回説明した他の庶民飯と違って、すき焼きが一般的に広まったのは明治時代なの。天ぷらなんかとは違うんだな。天ぷらについては前回の江戸のファーストフード事情で、詳しく言っているから動画を見てよね。すき焼きは明治天皇が食したということから、一般にも浸透していくの。それまでは基本的に日本では仏教の教えにのっとり、獣の肉は禁止だったのよ。でもさすがに武士や将軍なんかは食べていたんだろ？体が資本なんだ。肉を食べて体を作らなきゃいけない食料じゃないか。甘いわね。じゃあ今回は武士や将軍がどのような食事をとっていたのか見ていきましょう。はい。江戸時代は劣気とした封建社会だっていうのは知っているでしょう？封建社会？君主のもとに厳しい身分制度が敷かれていたということよ。西洋では王と貴族、その下の平民ね。日本では将軍と諸侯、その下に町民、農民などの身分があったの。はあ、身分制度。それじゃあ日本のトップの将軍飯はさぞ豪華に違いない。じゃあ将軍飯の一例を紹介するわ。12代将軍の徳川家慶の朝食の記録が残っているから紹介するわ。トン。一の膳。飯、汁、刺身などの生物、煮物。二の膳。水物、焼き物。どうかしら？うん。豪華といえば豪華だな。でも肉はやっぱりないんだな。まあ朝だからに違いないぞ。まだ言っているのね。基本的に一人で朝食をとった後は、午前中は武芸の稽古や絵を描いたりと、自由時間だったの。午後から政務をこなすというスケジュールだったようね。一人で食べるのか？奥さんなんかもいたんだろ？昼と夜は一緒に食べたそうよ。将軍が大奥に行って食べたというわ。へえ、将軍が行くんだな。逆のような気もするが。じゃあ次は食べられないものを紹介するわ。食べられないもの？将軍って一番偉いんだろ？何食べてもいいんじゃないのか？あ、肉はダメなんだっけか。実は獣肉だけじゃなくて、いろいろあったのよ。例えば、野菜はネギ、ニラ、ニンニク、ラッキョウ、ひじきなど。魚も、サンマ、イワシ、マグロ、フグ、ムツ、ナマズ、干物などなど。果物も、スイカ、桃、リンゴ、と。さっと揚げただけでこれだけ、禁止食べ物があったのよ。面倒くせえな。てかネギ、ニラ、ニンニクって、まるで犬みたいじゃないか。なんてこと言うの？犬じゃないわ。仏教の精進料理では食べちゃダメとされるものなの。あとは庶民が食べる下賤なものというのもダメだったようね。ん？じゃあ天ぷらも？そう。基本は下賤な食べ物としてダメだったのよ。もったいない。食べる前のしきたりなんかも、残っているのだけれど、とにかくシャチホコばっててめんどくさいわ。ここで揚げたら、すごく長くなっちゃうから、気になる人は調べてみてね。さて、それぞれの材料はもちろん最高級品なのだけれど、随分窮屈よね。そうだな。私は外で天ぷらかかば焼きを食べている方がいいかな。これまで将軍という最高権力者の飯を見てきたけれど、次は一般の武士の飯を見ることにするわ。さっきので最高だからな。あ、でも天ぷらなんかは食べれたのかな。武士という身分は階級制度の中でも、上位にあったことは知っているでしょう？でもね、武士といってもかなりピンキリで、国高1万石以上の大名クラスの武士なら、格式や作法を重んじながら食事をとっていたの。どちらかといえば将軍飯に近い感じね。ほうほう。
でも中級以下の武士となるとその様子が大きく変わるのよ。どういうことだ？江戸は太平の世の中よ。そんな中で戦いのない武士たちはサラリーマン化していったの。サラリーマン？そうよ。そのくせ格式は重んじなければならないから、イベントなどの出費はかさみ、少しでも支出を抑えるために自ら畑を耕したり、醤油や味噌を自分で作ったりと、涙ぐましい努力をしていたのよ。席がない？さらにその下の下級武士ともなると、土地に畑すら作る余裕がなくて、内職をしてなんとか生計を立てていたの。そのくせ、痩せ我慢をしてでも気ぐらいの高さは保たねば、人としての尊厳を失うとされていたのだから、たまったもんじゃないわよね。もちろん、天ぷらもダメよ。うわ、武士も大変だったんだな。まあこっそり顔を隠して、天ぷらを買いに行っていた武士も、いたみたいだけれどね。さすがに我慢できなかったんだな。そりゃあ武士といえど人間だもの。安くてうまくて、手軽な天ぷらは食べたいに決まっているわ。お前が食いたいだけだろう。はい、いかがだったでしょうか？今の日本文化を語る上でこの時代は、大切だったことがわかるでしょう？そうみたいだな。それで、次回なのだけれど。なんだ？気にならないかしら？今の私たちは、ステーキにハンバーグなんて当たり前に食べているわよね。うん、そうだな。それが？何言っているの？この時代の人たちは、牛肉は食べられなかったのよ。ああ、そうか。じゃあいつ食べれるようになったのかってことだな。そうよ。江戸時代末期に開国して、西洋文化が入ってくるのだけど、今まで痩せ我慢してまで、格式を重んじなければならない、人としての尊厳を失う、って人たちが素直に食べると思う？それは思わないな。そのくだりが、もうてんやわんやで、それはそれは面白いから次回に紹介するわね。人間として見たことのない料理を心ゆくまで楽しんでみたい。だけど、でも武士としてそれでいいのか？って彼らの葛藤は、本人たちには悪いけれど笑っちゃうわね。それは楽しみだな。はい、今回の動画が面白いと思っていただけた方は、動画作成の励みになりますので、高評価とチャンネル登録をお願いします。よろしくな。それでは次回またお会いしましょう。さいならー。またなー。